はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。で、今回はチューハイですね。キリンの氷結の、こちら、これなんだ。シークワーサーですね。沖縄産です。アルコール度数 6%、果汁が 0.3%。氷結ストレート果汁。原材料がシークワーサー果汁とウォッカと糖類と酸味料と香料となっております。沖縄産シークワーサーの、氷結ストレート果汁を使用した、爽やかな酸味とすっきりとした美味しさ。氷結はね、リニューアルしてからまずくなったんでね、あんまり買いたくはなかったんだけど、まあええか。って感じですね。氷結はリニューアルする前うまかったんだけどね。アルコール度数が、5% ぐらいになったんだっけ？変わったんだよね。そっからまずくなったんですけど。まあいいや、乾杯。美味しい。美味しいですね。まあ、しっかり香りもあるし、シークワーサーか、まあ、すだちかなんだかわかんないですけど、まあ、しっかり香りもあります。美味しいです。そう、氷結がね、アルコール度数が 1% 下がったんだよね。昔はレモンのやつが、レモンとグレープフルーツが俺好きだったんですけど、アルコール度数 6% のやつが 5% に下がって、で、そっからまずくなったんだよね。まあ今は5% になってますけど。まああと氷結ストロング。まあ、アルコール度数 9% なんですけど、甘味料マシマシでものすごくまずいので買わないです。特に問題なく美味しいですね。ただ、氷結のいいところっていうと、甘味料を使ってないところ、かな？あと、ウォッカを使ってるところですかね。ウォッカ使ってるんで、割と他のチューハイに比べると、すっきりしてるような、感じはあります。ただ俺が結構好きなチューハイだと、なんだっけ。今までね、氷結が一番うめえチューハイだと思ってたんですけど、でもその 6% から 5% に変わってからまずくなったんで、もう買ってないんですけど。まあ、それ以降は、何絞りだったっけ？宝焼酎。宝チューハイの、なんだっけ。そう、宝缶チューハイの自家搾りっていうのが俺結構好きなんで。味的にね。ただこれ売ってるところが少ないんで、あんまり売ってないんですよね。なんで、ちょっと残念ではある。残念ではあるんだけど、自家搾りの、レモン味とグレープフルーツ味とかが普通にうまいっすね。この自家搾りは焼酎使ってるんだよね。
こっちはあのウォッカ使ってるんだけど、あの自家搾りはあの焼酎使ってるところがやっぱり違って、割とまろやかな、うん、風味があるところですかね。うん、酎ハイでね、最近やっぱ増えてる酎ハイって、もう何でもかんでもストロングストロングとか言ったり、で最近出たアサヒのあのもぎたてとかね、アルコール度数 9% のやつが増えてますけど、大体あの 9% のやつってほぼ 100% 甘味料が使われてて、俺甘味料が大嫌いなんで、基本的に甘味料入ってるチューハイは俺買わないようにしてます。だからまあそういう感じですね。基本か、あの甘味料入ってるやつは絶対買わないです。ただたまーに買いますけどね。たまーに買う。まあ昔好きだった焼酎ハイボールのドライもですね、今ものすごくまずくなってて、味変わっちゃってあれなんですよね。まだ焼酎ハイボールレモンは美味しいんですけど。まあでも、やっぱりなんだかんだ一番うめえっつうのはやっぱ宝缶チューハイですね。あの高いやつ。一缶だいたい、あれ200円ぐらいするやつだっけね。180円ぐらいするやつだっけ。そんぐらいするやつだっけ。うん。宝缶チューハイ。この350缶で、150円ぐらいするやつだよね。確か。150円か180円ぐらいするやつ。あるじゃないですか。宝缶チューハイってやつ。元祖。元祖、あの、あれが一番うまいね。うん、やっぱり。うまさで言うと。宝缶チューハイは最強にうまいと思う。まあ、ねえ。いろいろチューハイ出てますけど、だいたいね、あの、アルコール度数 3% とか、9%。3% か 9% が多いですね。真ん中のあたりがあんまりないですよね。最近。うん。で、甘味料入ってるやつ買わないって言ったんですけど、それと同時に、俺 3% 以下の、あの、アルコール度数のやつは買わないです。最低でも 4% のやつでしか買わないことにしてます。3% 以下はね、買ってもね、ほとんどジュースなんで、買う必要ない。ですよね。やっぱでも、缶チューハイは宝缶チューハイだな。酎ハイは宝缶チューハイに限るっつう感じっす。ただ値段が高いんで買わないっすけど。金がね、俺の年収が100億ぐらいだったら、普通に買ってるんですけどね。で、最近ちょっと、気になってるのは、声優の今度声優ってスーパーに行ってちょっと買ってこようかなと思ってるんですけど、声優のオリジナルなんだ、オリジナルチューハイですね。買おうとは思ってますけど。まあ、今度買ってきます。うん。ああ、でも、
あれだな、地味にこの氷結もうまいな、普通に。ああ、普通にうまい。普通にうまいっすね。ということで、普通に美味しい。氷結はこんなに普通に甘いっていうのは特徴なんですよね。香りもまああるし、まあこれは普通にうまいっしょ。これは普通にうまいと思うんで、四つ星でお願いします。これは美味しい。問題なくうまい。3434です。ご視聴ありがとうございました。